はい、お元気さまです。くる米じしゅの平です。えー、本日は、まあ、一般の学生向きということで、まあ、平日はですね一般の学生向きの話で、1、えーまあ、つ目には夏休みの宿題ですね。まあ、今、結構相談が多いんですけども、夏休みの宿題、まあ、どうしたらいいかっていうことで相談が来ております。まあ、これに関しては、まるから解きなさい中いですね、はい。解く順番がありますよということを、まず最初に押さえておきましょう。はいそれから2番目です。 えー、まあ、私が高校生の時の話ですよ、これは。あの福岡大学の数学の問題ですね。当時、めちゃくちゃ難しかったです。福岡大学の数学の問題を全部解けたら、まあ、早稲田には合格できるよというふうに言われておりました。はいよろしいでしょうか。福岡大学の数学の問題、全問解けたら、えー、早稲田には合格できるよというぐらいに難しかったです、当時はですね。はい まあ今はそこまで難しくはないです。もうどん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 優しくなってね、今はさすがに解けるだろうっていう風に言いたくなるんだけれども、まあ、あのレベルの福岡大学の数学の問題でもやっぱり福岡大学を受ける生徒たちには解けないんですよね、理系の子たち。うん、で、ありますから、まあ、実際のところね、福岡大学の理系とかも英語と理科を取っておけばね、英語と理科は簡単ですから、まあ、理系の場合は英語と理科をしっかりやっておけばまあ合格するし、 まあ文系だったら国語はそんなにみんな、ね、差がつかないから、まあ、英語と社会をしっかりやっとけば大体合格するというところがありますよね、福岡大学はです、ね。はい、ということで、まあ、先にネタバラシをしておきますと、まあ、福岡大学の数学っていうのは当時それくらい難しかったと。じゃあ、福岡大学の数学の,その合格ラインってどこなのかっていうと、大門の一番の正門群。大門の一番の正門群だけ全部解けておけば、福岡大学の数学は合格点だよと。 いう,ふうに当今はそこまでないかもしれませんけどね。まあ、今か、結構ね、優しいんですよね、問題がね。うん、でも、今、福岡大学に合格するようなレベルの生徒たちでも相当難しい、わー解けない、福岡大学の数学の問題解けないという,ような感じでね言ってるような子たちいると思うんですけども。はいということで、まあ、今日の本題入っていきましょうかね。<laughs> 夏休みの宿題なんですけれども、まあ、これ結構大事ですよね。はい まあ高校1年生とか、特に初めての経験だと思いますから、まあ、特に言っておきたいのが、まあ、高校1年生なんかがね、えー、これから夏休みの宿題をやった場合、どうなるかっていうと、まあ、8月の末とか9月の頭ぐらいに、学校でね、えー、その実力テストがあると思います。まあ、この、ねえー、学校の先生が手作りであの行われる校内実力テストってやつですね、クラス分けをします。 はい、あなたは理系に行きたいですか、文系に行きたいですかっていうときに、この8月末、9月頭の,あの実力考察とかね、こういう点数が悪かったらやっぱり選べません。文系行きたいと言ってもあなた理系に行きなさいとかね、理系に行きたいと思っても文系に行きなさいとかいう風にやられてしまいます、はい。ですから、この夏休みの宿題、しっかりやっとく必要性あるんですよ。全部頭に入れておくってうことですね。はい、だから まあちゃんとね、あのうちみたいにその個別指導であの夏休みの宿題とかを見てくれるような塾とかに行った方がいいですよと、夏休みの間はね。はい、もう、そういうふうに考えますと、この時にね、失敗する生徒たちって何なのかっていうと、最初の方から解き始めるわけですよ。一番の問題からね。1ページ目から解き始めるわけです。これ失敗しますよと、はい。答えを先に言っておきますと、○○から解けっていうことは、後ろから解けっていうことです。基本はね。 基本は後ろから解きなさいということで、まあ、最初からね、前の方の簡単な1ページ目から解き始めていくと、ああ、なんだなんだ、<laughs> こんなに簡単だったら、ねえー、8月のいついつまでの提出までに、これくらいのペースでやっていけばいいなというふうに思って解いていったら、後ろの方に行けば行くほど難しい問題になっていくわけですよね。はい、そうなると、全然ペースが崩れてしまって、わっ あ8月末の,その宿題提出に間に合わないやということでね、慌てて、ね、塾の先生にこう持ってって質問をするとかいうふうな子たちがいっぱいいるんですよ。それ困りますから、もう最初の段階からね、もう後ろから解き始める、難しい問題から解き始めるようにして、夏休みの,、ね、この期間をきっちりとその宿題をと向き合うということですね、はい。ということをやってもらいたいなというふうに思います。 で私がね、あの高校生のにまに、まあ、数学の成績が良くなった理由、きっかけはですね、この,あの春休みの宿題だったんですよ。春休みの宿題。うん、で、春休みの宿題、何だったのかっていうと、チャートの問題を、ここからここまでね、例題全部解き解きなさいと。ね、それが春休みの宿題ですっていうことでおあの、チャートをやらなくちゃいけないのか、しょうがないなと、宿題ならやってやろうかみたいな感じで、全部こう、例題解いて、おなるほどと。 こういうふうに解けばあ数学って成績上がるんだっていうのがその時解いていってね分かったわけですよ。<laughs> いくら教科書を解いても、教科書の問題ぐらいじゃねあの、実力の、実力テストとかで出される問題解けないんですよね。定期テストで出される問題ぐらいなら解けるけれども、実力テストで出されるような問題は解けないと。 ということで、えー、春休みですね、高校2年生の春休みに初めてそのチャートを宿題というような学校の宿題が与えられて、おお、すごいすごいと、数学こうやって解くんだということに、教科書からの応用に気づいて、うん、普通ね、進学校であれば、その教科書応用問題集ね、4ステップだとか、ねえー、メジアンだとか、ね、4、えー、トライアルだとか、なんかいろいろありますよね。ああいったやつの,その B 問題とか、 まあ C 問題とか発展問題って言われるようなやつを普通学校でちゃんとやってくれますよね。でも私の通っていたその高校の一番下のクラスっていうのはね、もう右見ても左を見てもスポーツ特待の もうっかりなんで、もう A 問題しかやってくれないわけですよ。もうその問題集のね。B 問題とか C 問題とか発展問題一切やらないんですよ。A 問題っていうのは教科書と同じ問題だから、いくらやったってね、力つかないわけですよ。もう教科書やってるんだから A 問題やらなくてもいいんじゃねっていうことですよね。はい。教科書をやってるなら、その後はもう B 問題とか C 問題とか発展問題だけやっとけばいいわけなんですよね。 だからその B 問題、C 問題、発展問題に当たるのが、そういうチャートとかフォーカスとかニューアクションとかの,その例題なんですよね。はい。ということで、その例題ずっとやっていったら、それだけ力がついたんで、あなるほどなというふうに思ったわけですね。はい。ところが、今度は夏休みの宿題のときには、そのチャートの解きなさいはなかったわけですよ。で、普通のなんかね、あの教科書レベルの簡単な問題の、その、 宿題だけしかなくて、これでえ夏休み明けの試験ではね、ねだからその春休み明けのその時の試験でクラスで一番の成績取ったんですよね、数学の実力テストで。だからもう数学の先生からえらいあの褒められたんですけれども、今度は夏休み明けのその実力テストで受けてみたら、全然解けなかったわけですよね、そういうようなチャートやってきなさいとかいう,ような宿題じゃなかったですから。とということでえ 9月になってね、私はボロクソに言われました、数学の先生から。なんだお前はとね、ね、お前数学しか取り柄がないのに、数学がこの点数やったら話にならんやんかとかいうような感じでやら、ね、れたもんですが、私は頭に来て、もうここからですね、高校2年生の9月から毎日チャートの例題を5台ずつ解くようになりました。で、高校3年生になったら、あ毎日10台解くようになりました。 高校2年生の9月から、えー、5台ずつ解き始めたら2か月たった11月の真剣模試で偏差値がね、えー、52とかしかなかったのが58までポンと上がったんですよ。お上がったなというふうに思ってその次は1月に、えー、また応分、えー、社模試だったかなかなんかがあったわけですよ。 でこれであ200点満点で180点取れたなと思ったんだけど、ちょっと計算ミスをやって、大門の括弧1番の、ねえー、ところでいきなり計算ミスして、その計算ミスした答えで全部取れたもんだから、40点丸々落としてしまって、180何点取れたなと思ったのが、140何点しか取れなかったので、まあ、偏差値が65ぐらいで、でもそれでもその九州大学に50人合格させていた、福岡大学附属大堀高校ですね、当時の。 当時の福岡大学附属大堀高校で私は50番でした、数学で。おなるほどなと、たった140点しか取ってないのに、大、ね、体、えー、いい9大レベルってこんなもんか、っちな感じでね。はい、も,うもちろん9大に受かった子たちの上には東大受かったりとかしている子たちもいましたからね。 はい、だから別にその50番に入ったから中でも上から50番内が9代1わけじゃないんですけどね。はい。ということで、えー、そういう風にやっていったら、おお、すごい勢いで成績が上がっていくぞっていうことに気づいたわけですね。はい。だからこの夏休みの宿題、おそらく結構学校ではね、 進学校であればそういうふうな難しい数学の問題とかをどんどん宿題で出していると思いますから分からない問題はどんどん塾の先生に聞きましょうとうことですね。はい、私に聞いてもいいですよ。はい、ということでね、まあ、今、昨日もちょっと神奈川県かどっかの生オンラインの生徒のね、体験授業、昨日数学で私がやりましたけどね、まあ、ご指名なので。 まあ、あの数学を習い、私から習いたいという人は、私の方をご指名してもらっていいですし他の、他にも数学の先生いますから、他の先生に言ってもらってもいいですしね、他の教科もありますからね。あ平先生、数学しか教えないんですかというようなお問い合わせもちょっといただいてます。うん、あのオンラインで、ねえー、英語の授業を受けたいんですけど、いや、英語の先生いますよといや。でもあの、ね、こうやって 画像で見えているのは私だけですから、私以外の先生がどんな先生がいるのかわからないからです、ね、ちょっとそこが不安だっていうようなことでおっしゃってありましたけどね。はい、ということで10分経ちましたので、もう今日はここまでにしておきましょう。はい、夏休みの宿題は後ろから解きましょうねと。まあ後ろからじゃなくてもいいです。難しい問題、要するに自分の苦手な分野の問題から先に手をつけましょうねと。はい、で、福岡大学の数学なんかは昔、ね、全問解けたら忘れたって受かるっうぐらいの難しさがありました。もう 大門の一番の小文群だけ解ければ、福岡大学の数学中な合格ライン中ぐらいの難しい時代はありました。はい、ということですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方には私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。